毎年1回こうやることで普段忘れちゃうんですよね。なんかあの人のために何かやらなきゃとか、誰かのために生きなきゃとか、たまには思うんですよ。たまには思うんですけど、ついうっかり忘れちゃったりして、ね、あのいろいろ日常生活の家族とのこととか電車の中の出来事とかそういうことで、ちょっとフラストレーションが溜まったりすることもあるんですけども、ついいやいやそういうことじゃダメだって思うんです。こういうコンサートを1年間に1年に1回2回こう、ね、クリスマスとかにやると、ね、頑張んなきゃって、ね、いつまでも死ぬまで子供できちゃダメだとかね思うんですよ、ね、というわけで本当に今日はありがとうございました。ぜひもう一回あのブースとかに立ち寄っていただいて、あのここ声掛けしてくださればできればチャリンとかねスーさんとかでね、っていうのもお願いしたいです。